買収機動車は、鉄道省が1930年代から太平洋戦争中の1940年代にかけ、日本各地の私鉄路線を買収して国有化した際に、非買収私鉄が保有していたことから鉄道省石となった機動車を総称する故障である。特に戦時買収私鉄からの遺憾車両が多い。これらの機動車群は、ごく一部の例外を除いては、両運転台式車両であり、 また、変速方式はすべて手動変速の機械式で、その点では1930年代の鉄道省、正式起動車に近かった。しかしその実態は、買収された、私鉄会社が1920年代末から1940年に、かけ、代償様々な民間メーカーに個別仕様の、小ロットで発注したもので、当然統一された規格などはほとんど存在しない、雑多な状態であった。 普通のボギー車以外に四輪車や変ボギー車があり、また鉄道省の正式機動車と比較すると外して小型の車両が多かった。エンジンも輸入品と国産品が混在、ガソリンエンジン搭載車が主流であったが、ディーゼルエンジン搭載車も存在していた。このためメンテナンスや運用面での制約が多く、加えて日中戦争、 太平洋戦争と終戦後の長い燃料不足も重なって、買収後はほとんど全てが早期に処分されることになった。この点で1960年代まで国鉄での運用例があった買収国電とは事情を因する。特に老朽化の早い木造車体ないし、木骨後半り車体車や極めて小型な車両、また該当の私鉄路線に一両のみ在籍して、 予備車なしで運用されていた車両などは、鉄道省では運用に不適とみなされ、たとえ製造後後から10年を経ていないような車例の若い車両であっても、買収後ほとんど時を置かずに廃車された模様である。その他の車両も、戦時中から1950年頃までの短期間のうちにすべてが廃車解体、もしくは車両不足の私鉄向きに払い下げられ、国鉄線から姿を消している。 私鉄払い下げ車はディーゼルエンジンを搭載して、機動車として復活したものが多いが、一部には無動力のまま、客車や電車の制御車になったケースも見られた。早期に国家買収された私鉄の買収機動車は、基本的に鉄道障式の機動車形式が与えられた。番号については、四輪車、変ボギー車は雑型客車等と類似の番号が与えられ、 7 6 2ト、mm、ルゲージの、軽便鉄道路線の車両は、ボギー、二軸車、トレーラー型車と多彩であったがすべて、軽便を表す、け符号のついた、激破名の3桁形式を付与された。ボギー車は、当初、鉄道省正式車に禁止番号として不満された。最も初期に買収されたボギー車の秋田鉄道車は、 国鉄電気式機動車の機ハに36,450型に続く番号を与えられ、その後、機械式量産型の国鉄正式機動車機ハ4万1000系グループの量産開口に買収されたものは4万500以降の番号を与えられた。だが、買収進行に伴って、多形式少量数な実態が響いて、番号不足になり、1937年には、ボギー車の多くについて、 会話を実施することになった。この際、全く別の施設から買収で移管された別形態の車両について10番台未満で同じ形式にまとめる整理も実施されている。ボギー式買収車を対象とした1937年10月会版以降の分類は以下の通りである。百三十七年までに買収された機動車のほとんどはこれらの基準で形式不されたが、 その後の1943から44年に、戦時買収された、私鉄機動車には、国鉄式不番が実施された例もあったものの、暫定的に買収前の形式でそのまま使用される、ケースも多くなり、このため鉄道省の別々の路線で、重複車番の車両が在籍するような例も生じた。1943年の北海道鉄道買収に、伴い、大型の反抗生、ボギー式、 ガソリンカー8両が紹介された。買収前は札幌市と苫小牧市の間を結ぶ札幌線の主力車として国鉄線にも乗り入れ都市間連絡を担っていた車両群で全車が当時流行の流線型車であった。石油統制開始後の1940年まで機動車増備を続けられたのは沿線に海軍千歳海軍航空隊が立地しており、 その関連輸送需要を増備名目にできたからである。1934年の秋田鉄道買収に伴い、3メーカー製6両の小型ガソリンカーが承継された。自波1から4の4両は外側に後半を張った木造車体の4輪車、自波5.6は小型の反抗性ボギー車である。1937年の横層再選買収に伴い、同線所属の反抗性4輪、 ガソリンカー一両が承継された。これは、日本の機動車としては、初期の脆弱な車両でごく小型でもあり、横総再選では、予備車もない一両のみの在籍であったため、鉄道省では使用されないまま、すぐ廃車された模様である。原車は、秋田市郊外の土崎工場に、太平洋戦争後まで倉庫代わりに置かれていた。1941年の白鵬鉄道買収に、伴い、 木造四輪、ガソリンカー二両が紹介された。これらは、車体他が、老朽化しており、買収に先立ち、1938年に、白宝鉄道線が鉄道省に借り上げられてから、後の早い時点で運用からは、外れていた模様で、買収後も解消されず、1943年12月、日本系金属二乗とされ、神原工場専用線の通勤輸送用客車と、 なった。1951年10月廃車。なおこの2両は、1929年11月に、車庫火災で一度車体消失しており、同年中に同一仕様の木造車体で復旧された、経歴がある。1944年の買収に伴い、1940年に南部鉄道に合併された旧五日市鉄道が保有し、以後も、 非電化の五日駅線区間で使用されていた、半行性ガソリンカー6両が承継された。キハ104.105のみ四輪車、他は大型ボギー車である。ボギー車に形式は出自こそ異なるが、いずれも流線型車であった。買収前から鉄道省同様に、キハ形式を称しており、戦時買収路線でもあって、海遊停止省移管後も、形式変更は行われなかった。 このほか、詳細不明の一両が存在する。1929年、松井車両製の四輪車キハ101.103の二両は、五日市鉄道が南部鉄道に合併される直前の1940年5月に廃車され、同年に二両の車体を接合して15メートル級のボギー機動車一両に改造する工事がなされたが、実際にはエンジン搭載にまで至らず、 しばらく正式な車両として登録もされていなかった。そして1944年3月の買収2日前に駆け込み認可される形で101号なる付随車となった。これは買収車両の中には含まれておらず、車体のみが戦後一時期、潮止め駅構内に放置されていた模様で、車両ではなくその他の物件として買収されたとも考えられる。 1943年に旧相模鉄道が神中鉄道を合併していたが、その直後の1944年に現在の JR 相模線区間のみが国家買収された。旧相模鉄道、神中鉄道のいずれも早くから機動車導入に熱心でガソリンカーのみならず、相模鉄道は日本の私鉄で唯一の電気式ディーゼルカーを開発、神中鉄道は 国産エンジン搭載の機械式、ディーゼルカーを大量導入するなど、共に極めて先進的であった。加えて、系列企業である東京横浜電鉄からも大型、ガソリンカーキ配置型を譲り受けており、機動車運行の盛んな路線であった。だが、人中系のディーゼルカーは代用の木炭ガス、燃料化困難なため、1941年以降の、 神中線部分電化開始とも、相まって、買収前に多くが売却されていた。またその他の目星大型車についても、戦中戦後の混乱期に、親会社の大東急に運行を委託していた、神中線に集められる形で買収を免れた。1944年の飯山鉄道買収に、伴い、中型の反抗性ボギー式、ガソリンカー7両が紹介された。 買収前から鉄道省同様に、キハ、キハに形式を称しており、戦時買収路線でもあって、形式変更は行われなかった。前車が1949年から1950年にかけて、地元、長野県内の上田マリコ電鉄に払い下げられ、電車や電車付随車となっている。なお、飯山鉄道のガソリンカーは、他に、 反抗性小型四輪車のキハ51が在籍していたが、現車は買収前に、日立航空機立川工場の工員輸送用に譲渡されており、1944年6月1日の国家買収後、後追いの形で、同年7月26日付にて、書類上の譲渡がなされている。したがって、買収対象とはなっていない。旧中込み学校に保存されている。 作鉄道基本派に56号1934年の作鉄道買収に伴い、中型の反抗性、ボギー式、ガソリンカー8両が承継された。製造当時、私鉄向けボギー式機動車開発を進めていた日本車両製造が、小型エンジン2機搭載をやめて、大型エンジン1機搭載に切り替えたことで、実用レベルに達した初期の車両で、良好な性能を発揮し、 以後の私鉄機動車の範となった車両の一つである。佐久鉄道は、この成功によって、当時計画していた電化を取りやめたという。佐久鉄道線は建設中であった小海北線の一部として、買収されたものであるが、1932年の小海線小海駅佐久海の口駅間、開通時点ではまだ、佐久鉄道は買収されていなかった。このため、国鉄線としては離れ、 小島状態になっていた小海北線区間の列車運行は買収まで作鉄道に委託され、買収前から作鉄道のガソリンカーが海の口まで直通していたが、出力の低いガソリンカーにとって急峻な購買路線での運行は困難を極めたようである。1934年の新宮鉄道買収に伴いガソリンカー5両が承継された。 新宮鉄道は建設予定であった規制再線に接続する予定の孤立路線で他の路線との直通がなかったことから1934年の買収時点でもネジ式連結機が使用されていた。このため、買収機動車各社もネジ式連結機装備で大きなバッファーも備えていた。買収後は規制抽選となったが1940年に規制再線と連絡して、 自動連結機切り替えがなされるまでは、国有化後に立地域から搬入された車両も含めて、引き続きねじ式連結機が用いられた。形式は原則として、鉄道省形式に解消されているが、唯一の木造車であった、キハ201のみ、買収後の早期廃車予定であったことから解消を受けなかった。破タ鉄道は、後の国鉄加古川線、三木線、北条線、鍛冶屋線、 高砂線を運営していた。同社からは1943年の買収に伴い、反抗性の四輪車、ヘンボギー車、ボギー車取り混ぜて19両ものガソリンカーが、承継された。保有量数が極端に多かった原因としては、本線から分かれる支線が多数存在しており、なおかつ平行道路を走るバスとの競合が激しかったため、フリークエントサービスで対抗する目的で、 日本車両が1927年に開発した小型機動車をいち早く導入していたという事情がある。このため、買収車のうち14両が1928年以降1931年にかけて導入された古い車両であり、さらにそのうち4両は、ごく初期の未熟な設計の小型四輪車で、原型を止めないまでの大改造を繰り返し受けて、使われてきたような状態であった。 このような状況から、四輪車と変ボギー車の多くは買収後間もなく、廃車になっている。買収にあたっては、四輪車と変ボギー車は、9番号のまま、ボギー車については、国鉄形式への改版が行われたことになっているが、実車表記は訂正されていなかった模様である。なお買収に先立って、1941年5月に、 在籍車両の改版整理が行われており、同時に機動車の形式がレールカーに由来する劣化から鉄道省同様の規範に改められていた。また、買収時点で多数が木炭ガスによる大年車化改造を受けるか、さもなくば自走不能で不随車扱いとなっていた。1944年の中国鉄道買収に伴い反抗性ボギー式、 ガソリンカー17両が承継された。製造メーカーは3社に及び、細部の使用違いが多いが、多くは1931年に出現していた、高和化鉄道機に4型の影響が強い、国鉄正式車に被験するクラスの大型車である。しかも心臓となる、パワートレインはすべて、アメリカ製の同一品で、エンジンを 100HP クラスのウォーケ車 6RB、 クラッチと変速機はそれぞれロング 34A 型とコッター FA 型に徹底統一するという規格化を図っていたことは、宅見というべき特筆事項である。また前者が手荷物室を設置したキハニであり、1932年1933年製の4両は、日本の機動車で初めて便所を装備していたことも突起に値しよう。買収前から鉄道省同様に、 キハに、企ハゆに形式を称しており、戦時買収路線でもあって、形式変更は行われなかった。中国鉄道は、メーカーと年度ごとに車番を分け、さらに、加藤車両と日本車両を毎回競合させる形で増備を行っていたため、車番が極めて多くなっている。他に、元ボギー式、ガソリンカーの客車2両も承継されている。この2両は、 中国鉄道最初のガソリンカーだったが、加藤車両のアイデアで、パワートラック方式と称される、台車にエンジンを直接搭載するタイプのユニークな、中型機動車である。だが、通常の床下搭載式に比べると信頼性や、整備性、騒音など問題が多く、買収以前にエンジンを下ろして客車化されており、買収後は雑系客車千三2360.2361となった。 この2両での失敗が、その後の中国鉄道の手堅い車両増備につながったとも言える。中国鉄道買収者は大型で輸送力のある優秀車揃いで、ほとんどが戦後に私鉄へ払い下げられ、徴用された。警備鉄道は延べ19両ものガソリンカーを保有していた。同社の路線の国有化は区間を分けて2回にわたり行われ、 1933年6月にビンゴ10日、市駅ビンゴ小原駅間が買収されて、小原線となり、その後1936年に三上線の一部となった。1937年7月に残りの広島駅ビンゴ10日、市駅間が買収され、ビンゴ10日、市伊東の三上線区間と統合されて、芸備線となっている。このため、 機動車についても1933年買収時に移管されたものと1937年買収時に移管されたものに分かれる。ほとんどは1937年買収での移管となった。メーカーは19両前車が日本車両製造本店である。1933年買収車買収区間が短かったため鉄道省に引き継がれた車両はこの時点では 完散運転向けの小型車3両に止まった。1937年買収者最終的なゲイ鉄道の買収にあたって移管された車両は地方私鉄向けとしては中型、大型に属する機動車が多かった。また日本車両製造が大型機動車の開発試行機に製作した試作車両も多く含まれ特筆すべきものが多い。突起を除きすべてボギー車。 機動車の量数が多かったことから、買収後も広島ビンゴ10日市間の旅客列車は、しばらくの間、ほとんどすべてガソリンカーで運行されていた。1943年の宇部鉄道買収に伴い、反抗性、ボギー式、ガソリンカー2両が移管された。宇部鉄道は、戦前から電化されていたが、機動車を導入した理由は輸送力増強に伴って変電所など、 地上設備の増強を図ることを意図ったものとされる。当時、車両メーカーが、電化施設にもコスト面の優位性を理由に、軌動車導入を進めた史実があり、その一例であろう。1943年の小野田鉄道買収に、伴い、半行制、ボギー式、ガソリンカー2両が移管された。1936年の阿南鉄道無疑船買収に伴い、 反抗性ガソリンカー4両が遺憾された。1933年の宇和島鉄道買収に伴い、反抗性、ボギー式、ガソリンカー1両が遺憾された。なお、宇和島鉄道線は、当時 762mm 期間の軽便鉄道で、買収者名も、激派となり、線名は、宇和島線となったがすぐには、規格向上されなかった。 1067mm 海域、ルート変更されて、現行のヨド線のルートとなったのは1941年で、ある。1937年の北九州鉄道買収に伴い、いずれも、半行生の型ボギー式、ガソリンカー5両、ボギー式、ディーゼルカー6両の遺憾を受けた。メーカーはすべて義車製造である。ガソリンカーが鉄道省並みに、規範名だったのに対し、 ディーゼルカーの形式は、当時の表記、ディーゼルに起因すると見られる、字派であった。字破50.5160.61は、前年に、アメリカ合衆国で製造されたステンレス製、車両バイオニア・ゼファーを意識した、銀色塗装で、博多駅伊万里駅間の長距離運転に備えて、最初から便所付けで製造されていた。なお国有化後に、国鉄機動車標準色に改められている。 買収後、カタボギン式、ガソリンカー各社は1938年以降旧車、し、1941年廃車された。またディーゼルカー各社は1940年には、鉄道省正式の GMF13 ガソリンエンジンに、換装されたが、国産ディーゼルエンジンが鉄道省において、実用段階に達していない時点で、輸入エンジンのサウラーを少数運用するのは、 鉄道省にとって、不都合であったものと見られる。これらも1941年から1943年にかけて旧車し、1944年1月に廃車された。変ボギー車、ボギー車とも多くは、戦後、私鉄に払い下げられて再起している。旧、筑前三宮鉄道線が、西日本鉄道海線となり、博多湾鉄道基線かす線が、 西日本鉄道に合併した後、海線が、勝田線として、か谷線が、かし線として1944年に国家買収された。これらに伴い、筑前三宮鉄道引き継ぎの反抗性、ボギー式、ディーゼルカー3両が移管された。当時の西日本鉄道には他にも、秘伝家の合併各社から引き継いだ機動車があったが、路線転属などの措置で買収を免れている。 形式名、宮は、筑前サングルの宮にちなむものと見られるが風変わりな例である。戦時合併と国家買収前後の混乱などもあり、西日本鉄道での解消もなく、国鉄での新形式名も与えられていない。名目上は、買収を受けて国鉄席となったものの、すでにディーゼル燃料が確保できない情勢で実際に国鉄で使われた記録もなく、 書類上は1946年11月に3両、すべてが潜載廃車されたことになっている。このうち、ミヤ102については、戦後に都市駅構内で台車のない廃車体のみが倉庫として残存していたことが確認されている。鉄道研究者の湯口徹は資料などをもとに次のような説を唱えている。 これら3両のうち101もしくは103のいずれかが1944年の国家買収以前に三重県の三義鉄道に売却されており、これが一時的に徴用されて、代用燃料化などの措置を受け、中央本線鳥居松駅付近の陸軍、名古屋交渉鳥居松製造所への引き込み線で、公員輸送に用いられたものとおぼし、 そして戦後三義鉄道に変換されて再生工事を受け、1951年に至って名目上は新車のディーゼルカー、キハ7として再起したのではないかというものである。実際に三義鉄道キハ7と筑前三宮宮101の103の外見は極めて告示しており、またキハ7は戦後の申請車両にしては極めて古めかしい外見が、 趣味社間でも疑問視されていて、筑前産宮の中古車説には説得力がある。なお木花の書類上のメーカーの加藤車両製造所は、戦後の所在が確認されておらず、この点でも謎が多い。この木花は1961年に北陸鉄道に譲渡され、同社の都線木葉5162となったが1968年に、廃車、車体は、 日本海に漁礁として沈められた。1935年の大隅鉄道買収に伴い、反抗性、ボギー式、ガソリンカー2両が移管された。なお、大隅鉄道線は当時 762mm 期間の軽便鉄道で、買収者各社は軽便車として撃破記号を与えられた。路線は鉄道省フル光線となり、 1938年 2067mm へ改め期された。1935年の宮崎県営鉄道帯線買収に伴い、木造ガソリンカー3編成が移管された。いずれも片一方のみに運転台を持つ単単式車で運転方向は原則一方向に限られ、奇襲点では方向転換する必要があった。 当時の宮崎県営帯線は 762mm の軽便鉄道であり、買収者各社は軽便車として、け破記号を与えられた。産業在籍のため予備車が確保できることから、宇和島鉄道浮市と違って、鉄道省油津線となった、買収後も引き続き使用された。その後もしばらく、油津線区間は孤立路線であったが、 渋谷駅から延長されてきた 1067mm 期間の渋谷線が1941年10月に帯駅まで到達すると並行する軽便規格の油津線は貨物支線として 1067mm 回帰されたタンク間を除いて代替配線され、買収者3編成はこれに伴って1942年5月に廃車された。 買収前形式の、おじは一見異様だが、帯油圧線、自動客車の略である。カラフトのカラフト町鉄道が、1943年に、カラフト町から鉄道省に移管されて、カラフト鉄道局となったことに伴い、鉄道省籍を得た機動車群である。一般の私鉄買収とは異なるが、類似例として劣気する。携帯脇ハ2000型は、 鉄道小規派4万1000系の一端に荷物室を設置したもの、他は北九州鉄道自波50.60と同系車体の一端に荷物室を設置したものとなっている。これら遺貫車両のうち、1945年のソビエト連邦によるカラフト進行後も残存した車両については、ソ連側により引き続きサハリンの鉄道で使用され、一部は1990年代まで用いられていた。 ありがとうございます。